おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。今回は、蒸気機関車時代に、にわさか機関区が設置されていた、奥羽本線の、にわさか駅を、プラレールで再現してみたいと思います。では、行きまーす。まずは、2面3線の駅を作ります。米沢方面に、レールをつなげます。各種ポイントレールを使用し、今回も、改造レールを使ってきます。うまくつなげられたら、レールを伸ばしましょう。福島方面にも、各種ポイントレールや、踏切を使って、伸ばしていきます。駅、北側に、保線用の誘致線を再現し、車庫と車止めをつけます。保線橋も設置し、レールの周りに木や、架線を設置したら完成です。どうでしょうか？奥羽本線、にわさか駅の完成です。それでは、車両を置いてみましょう。いかがでしょうか？山形新幹線ですね。E3 系と400系新幹線を出してみました。他にも再現してほしい駅がございましたら、ぜひコメント欄にて、受け付けています。今回は走行動画ではなく、山形新幹線ができる前のにわさか駅を作ってみます。まずは、中線を追加します。福島方面にレールをつなげ、各種ポイントレールや、踏切をつなげます。当時は単線だったんですね。米沢方面にもレールをつなげます。各種ポイントレールや、モノレールの坂レールを使って、レールをつなげていきます。最後に、保線用の、誘致線を作ります。車止めや、車庫を設置し、木を置いたら完成を見てみましょう。どうでしょうか？旧、にわさか駅の完成ですね。それでは、車両を置いてみましょう。いかがでしょうか？ EF71 や、50系客車を置きたいところですね。今度、改造しようか検討中です。今回は Google マップで1970年代の航空写真と、鉄道ファン、90年の6月号を参考にしています。そして、たくさんのコメントありがとうございます。順次、リクエストにお答えしていく予定です。